はい、どうも、サンマゲームズのサンマです。まあ、前回、魔女の家、ノーセーブクリアできたんで、今度は、エクストラですね。やっていこうと思います。まあ、これはノーセーブクリアなんて、僕やりたくないんで、まあ、どんなものかを見ようと思います。エクストラでよろしいですか？はい、と。基本的には変わらないと思うんですけどね。何が変わるのか。ここら辺も全然知らない。ああ、かわいいね。よいしょと。気がついた？まあ今度は猫に喋るかけど。いや、このとこいると危ないよ。これちょっと残しておきましょうか。わざわざちゃんと作ったノーセブクリアなんて。まあ一緒ですね、この辺りは。まあ多分この辺りはさ、お？何もない。何もないの？マチェットがありましたよね、あそこに。何？何か探し物？うん、そこに落ちてるんじゃないかな。マチェットどこにあるんだじゃん。逆方向とかにないか。何もない。いきなりここから何もないの。どうなってんの。まあ頑張ってよ。お前ちょっとどけよ。時々しい草が生えている。お前ちょっとどけよ。お、丸太のとこ、どうのとこ、ん、なんだろう。あ、ここにマチェットがあるのね。猫じゃねえのか。よいしょっと。なるほどね。ここからいきなり違うのね。通れるようになった。マチェットが壊れた。よいしょと、行ってらっしゃい。さあ、エクストラ、どう違うのか。まあ、いきなりマチェットの位置が違ったんでね。これあれだな。直感っすよ。ノーマルイージーですと血を渡るとアウトですけど、多分これ横いたらアウトだと思います。あれ違った。あれ、なんでだ。何の部屋までおいで。あれ違うのか。逆方向だと思ったんだけどな。いや、この人が出てきちゃった。ところで今どっか出てきたの。多分これは一緒だと思うんで、ここに多分、一緒だね。さっきと違うんですよね。なんか点々、うお、びっしょ。ここにクマがあるんで、テディベアを取る。おお。とある病気の症状の話。昔々とある貧しいよ。バタバタという病気の症状がいました。バタバタバタが生まれすぎ、顔と足の皮膚がだらだらといつも答えを巻いていました。そんなバタバタバタを父は見ようともせず、一言も聞きませんでした。それでもバツバツバツは幸せでした。母だけはバツバツバツを愛してくれたからです。あ、なんか日記がちょっと違う。こっち、あ、多分一緒だと思いますから。まあ同じ風にやっていきましょうかね。お、なんか最初が血まみれだっけ。手首を切り落とし。手首を切るで手足を切る。ここら辺は一緒ですね。べちゃん。知ってる。ちょっとこれセーブしましょうかね。おお、ここら辺は一緒ですね。多分ここも一緒。一緒と。OKOK。おお、ここね。で、ここで。おおおおおおお、びっくりした。おお、なるほどな。よいしょっと。よいしょっと。おお、ここまで追いかけてこないのね。もう追いかける声だと済むか。は？なあ、まあ。よいしょっと。あ、怖かった。よいしょっと。あれ？手足がない。
これは毒味を銀の覆いがかぶされてる。あ、覆いを取る。う？ 何 かグツグツしてたよ。 毒味を。は忙しいで、ほう。うん？どういうことなんだろうな。ちょっと読む。昔話になるか、うん、ここら辺は一緒かな。うん、一緒だね。見えない何者かがいる。話しかける。何もしない。うん。多分、なんか探すんだよな。うん、なんもないもんな。なんもないもんな。なんもない、こっちは？ああ。びっくりしたな、もう部屋のこと出てこないでよ。さっきの熊とこ行ってみようか。血が変わっている気がする。手足がどこにあるんだろうな。こんなかとか。おお、血まみれの手足。じゃあこれを渡すのか。ああ、結局テディベアなのね。ああ、ありがとう。でもこれ汚いな。お前の手の方がいいな。どうすんの？もしかしてあいつを頼らない？もしかしてこいつで？何もしない。毒味をしろって書いてあるもんな。もしかしてこれで？何もしない。大きな穴を覗いてみる。ふざけれ、何もない。どうすんの？あ、血まみれの手足をここで洗うの？水は出ない。どうすんのじゃ。どうすんだろうな、毒味を。どうすんだろうな。手足を熊に返すとか。何も起きないか。何をやるんだろう。花瓶が倒れてるから水があるんじゃないかと思うんだけど。違うか。関係ないか。ワインボトル。暖炉。闇が広がっている。実は悪とか鍵がかかっている。水は出ないもんな。邪魔するなよって言われる。これ一回手話しかけるで手を貸してみようか。手伝い、あ、手伝いはいらないよ。
ターするしか。おお、動きだ。おお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 お
おびしょ。なこれ。あ、なるほど、逃げるのね。変な色のスープがついている。あ、飲まん飲まん。おお。叩こう。いい音がする。おお。なるほど、逃げるのね。セーブしよう。おお、来た。おお。お、流し台に一番目の手足が動いてる。おお、猫と、猫と、あれね、エリちゃんがいましたね。さて、まあ、一回でこんだけ時間かかるとは思わんかったな。かなり時間かかりますね。なんか、あの辺りはかなり時間が、探し回ってたんで。まあいいや。まあ、今回はこれぐらいにして、まあ次回は2回攻略をしようと思うのでよろしくお願いします。この動画、面白ければ、高評価、チャンネル登録、ぜひぜひお願いします。コメントもぜひぜひください。それではまた会いましょう。んじゃ。